さん、私過労による貧血ですよ。まったく、少しは休んだらどうです？それともヤブ医者の言うことは聞けませんか？ごめん、気をつける。兄さん、あのね、父さんに会ったわ。そうですか。父さんと何を話したのか聞かないの？聞くも何もろくに会話などできなかったのでしょう。そんな器用な真似のできるお前じゃない。意地悪なのね。ユーティック機関にはアニマの器があったわ。まだ完全ではないみたいだけど、ミズライ博士の口調からしてゾハルの稼働にアニマの器は欠かせないものに違いないわ。彼らの実験を阻止できればミルチアの自傷変異は防げるに違いない。そうすれば母さんたちを助ける機会が生まれるかもしれないですか？それにアニマの器が使えれば、博士の言っていた元の世界に戻るのに必要なエネルギーが得られるかもしれないんでしょ？ミズライ博士が本当は何をしようとしていたのかもわかるかもしれないし。確かにそれは可能かもしれない。しかしそれにはリスクが大きすぎます。でもこのままでも私たちがどうなるかわからないじゃない。止めても無駄だからね。今の自分にとって不要な過去だもの、必ず変えてみせるんだから。シオン、今の自分が自分であるために過去は必要なんですよ。